4月にこの格好はないでしょ。そうだよね、俺も迷ったんだ。おかしいですよ、もう。あったかいですもんね。そうですよね、4月ですよ。ちょっとね、暑いんですよ。だから場合によっては途中で僕ね脱ぐかもしれない。途中で変わってると思います、衣装が。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなことはどうでもいいですよね。今日はですね、早速お二人に実はちょっとクイズをやっていただこうかなと思っておりまして、はい、連想クイズなんですが、ルール簡単で、まず土屋さんにはある、はい、車を思い浮かべていただきます、うん、でこの土屋さんが思い浮かべている車が何なのかをテリーさんは少ない質問数で答えてください、うんうん、でその質問はイエスかノーかで土屋さんが答えられるような質問にしてください。わ、うん、かりました。なるほど、うん、理解しました。なるほど、できましたか。はい、バッチリですよ。おー、ナイスナイス。では、これ分かんなかったらね、うん、もうカーブザイヤーの選考やめた方がいい。本当にそれぐらい車好きが試されます、ね、なるほど、うん、いいですか。じゃあではどうぞ。その車は現行車ですか。はい、ちょっと前の車ですけど。イエスノーです。どっち。土屋さんがイエスノーってこと。現行車ですか。イエス、現行で走ってます。ちょっと待ってください、販売してるかどうか。中古で販売してます。あ、どこ。土屋さんも2問質問しました。でもさ、ダメ、厳しいですよ。2問質問したら2問です。嘘答えしたんだよ。嘘答えてたって。現行で走ってますってさ、それ答えになってないじゃないですか。いやだって中古で販売してるもん。中古で販売は意味になってないですよね。ダメです、2問です。2問だよね。国際車ですか。はい。あ、そうだよね、わかりました。え、もう分かったんですか。絶対分かんない。いや、もうね、86ねえ。だから俺を見たら86って言うから。おかしいでしょそれ。違います。あ、間違えちゃった。ブーブー。じゃあいつ頃生産終わりました。2005年。イエスノーじゃない。イエスノーじゃないよ。イエスノーって答えるんですよ。そうですよ。で今のは誘導質問だよ。確かに私も気づかなかった。さりげなさすぎて。ハコスカだ。へえ、俺を見ると箱スカとか走ろうボキャブラリーないでしょ、そのサーキットの。これは、うん、じゃあヒントヒントヒント、うん、これはね、俺がいろいろ乗ってきて、うん、これは衝撃受けたなっていうエンジン。エンジン。あ、エンジンか。これはすげえぞっていう。びっくりしたエンジン見るんですね。トヨタ。ブー。日産。5、6。ブー。おー、来ました、そろそろ。マツダ。ブーねえ、鈴木って言わないでよ。三菱。鈴木。衝撃を受けたエンジンって言ったじゃない。うん、な、うーん、めっちゃヒント出てくる。ね、もう答え言ってんのもんだ今の。じゃあ行きます、答え。答え言ってください。じゃあ答えお願いします、うん、衝撃を受けた、はい、うん、ブーン。それは、はい、おお、ああ、 S2 ホンダの、あ、え、 VT。 そうか、そうなんだ。世の中で9000回転回るレーシングカーのようなエンジンを世の中に出してきた。これはすごい。え、それは下はスカスカだとか言われた、いろんなジャーナリストから、うんうんうん、だけど9000回転回るエンジンを市販車で出したって、これは世の中びっくり。へ、フェラーリもびっくり。へ、これ早かったんですよ、ね、僕これ実はこれ乗って、はい、あのネズミ捕りで捕まりました。本当に。ね、どこで捕まったの。お台場で。お台場でやってるネズミ捕り、うん、やってたんですよ。いや、あまりにも運転気持ちいいんだよ。回したくなるんだよね、9000回転までね。あ、でもこれ土屋さんが選ぶ気持ちわかるな。うん、でもこれ意外と人気出なかったんだよね。だって走り屋しか買わないもん、こんな9000回転まで回るエンジン。さあ、そしてこのクイズは、はい、テリーさんはもう2問で正解ですか。何言ってんですか。10問質問しても答えられませんでした。これ多分ね、企画の間違いだね。ねえ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 、土屋さんもイエスノーでしか答えちゃダメなんですよ、これそもそも。もうなんかいろいろ間違えちゃいました。企画の間違えた。間違えちゃいました。失礼しました。まあ、そんなわけで、はい、
いですね。マルチパワーのマルチですよ。マルチ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。もう先ほどね、打ち合わせしてる時喋ってましたね。熱い思いが語ってましたよ。そうです、コブゾーイはね、去年の、そうそうそう、おめでとうございます。いや、本当にありがとうございます。テリーさんにも、ね、相当な高評価いただきまして、おかげさまで、はい、獲得することができました。本当にありがとうございます。本当そうですよ。で、単純な質問していいですか。はい、もちろん。ノートがあるのに、うん、なんでノートオーラ、ノートオーラ、うん、何なんですか。あ、聞いてください。確かに、はい、まあ、ノートは今までもかなり2018年に登録者ナンバーワン取らせていただくこと、世の中でだいぶ認知されてコンパクト化ということだと思いますけれども、やはり今の時代、コンパクト化に求めるものっていうことがいろいろ変わってきてまして、まあ、ダウンサイズするお客様がすごく増えてきてるんですね。で、そんな中、やっぱ今までセダンとかですね、いい車に乗られてた、車格の上の車に乗られたお客さんって、ダウンサイズして、サイズは小さくしていいんだけど、やっぱダウングレードするのは嫌だという声がすごく多いんですよね。で、そんな中、やっぱりノートよりもさらにもっと質が高くて、お客様にも満足いただいて、走りが良くて質が高い車、そういったものを、新しいプレミアムコンパクトというものを目指して今回開発をしております。今まで国産車に乗りたかったんだけども、なんかリッチ感がなかったって、はい、僕はリッチだと思うんですよ。うん、そのあたりドイツ車に乗っていた人が、はい、それこそね、まあ、家帰ってきて、はい、隣の家がね、外国車があるときに、はい、国産車に行きたくないなっていうね、そういうなんかね、分かんないけど、マンションの地下行くと駐車場いっぱいあるんですよ。はいはいはい、でそこに駐車場の中でみんなが BM だとかさ、アウディだ、ベンツだって言うとき、国際車なんてあの人収入減ったんじゃないかなっていうふうにそういうのもあるわけ、はい、やっぱり小さいことっていうのが悪いことではなくて、逆にいいことであるということに、そうなんですよ。なんでおっしゃっていただいたように、外国産車が並ぶ中に今回オーラを並べたいというのが結構強い思いとして、はい、ありました。やっぱりこだわるポイントは、そのただ質感の高さっていうところと、やっぱ走りの良さといったところは非常にこだわりのお客さんが多くて、実は輸入車買われてる方も8割の方は国産車見られてたりとか、うん、あとはEV とかですね、ハイブリッドとか、そういった電動車が欲しいっていうふうに思ってるんですね。それがなかなか外国産、国産車でちょうど手頃なものがなかったので、まあ、輸入車を買うかというお客さんが多かったので、うん、そこを今回そういったお客様に新しく振り向いていただきたい選択として、このオーラという車をご提示させていただいてます。アップグレードって考えていいんですかね、ノートの、うん、あ、そうだと思うんですね。そうですね、ノートの、ね、まあ、最上級で、それが1クラスじゃなく2クラス上っていったところで、うん、まあ、ノートオーラという名前にはなってますけども、後ほどお車をご覧になっていただきますけども、いろいろやはり非常にプレミアムな仕立てになっておりますので、ノートとは違うオーラとして、我々日産自動車としては新しいブランドとして皆さんに覚えていただきたいなというふうには思ってます。小さなプレミアム買うというと、実はもともとトヨタでプログレというのがあったんですよ。これは、まあ、それこそ鎌倉に住んでいるような、どっちかとね、なんか高級なところに住んでるんだけども道が狭いと、はい、まあ、京都なんかもそうだと思うんですけども、うん、まあ、奈良とかね、うん、でそういうところに住むと、それこそ大きい車いらないよ、ベンツのなんか大きい車ができたら、もう3ナンバー、まあ、まあ 1.7、うん、1.7 ぐらいでいい車ないかなっていう時に、トヨタはプログレを作った、うん、でもそれがね、実はうまくいかなかった、残念ながら、うん、僕はものすごくこうトヨタのその姿勢はすごく僕は正しいと思ったんですよ。どん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 こう巨大化していく中で、どうしても輸出を考えると、まあ、ね、今ですと中国とかね、いろんなところを考えると、大きい国が正義が、はい、でかいが正義みたいな、うん、国も当然あるわけで、その中でプログレも今から20年ぐらい前かな、作った時に僕はトヨタは正しいと思ったんだけども、あのトヨタもプログレの2代目作れなかった、うん、踏ん張れなかったんです、うん、で今回日産がね、僕もお年を行った時に、日産の方が、いや、これね、小さなプレミアムカーだった時に、僕本当に正しいと思う、うん、だ今回一番悔しい思いしてるのは、僕トヨタとか、まあ、もちろん他のね、クロームメーカーの皆さんが、あ、失敗した、まあ、失敗っていうか、時代が流行やられたっていうふうに思ったと思いますよね。なんで流行らなかったんですか、その時。やっぱりその時代ってさ、我々的にはやっぱりでかい方が、うん、裕福な生活をしてるって見られる。でもその2009年からガラッと変わったよね、世の中がね、うんうん、でかいの乗ってるとなんか悪いことしてるそうなでみんな小さいのに乗り換えていくっていう、まだまだ大きい車が正義みたいな時代だったんですけども、考え方が変わってきてるよ ね人々のね。これはどうなんでしょう。はい、おっしゃる通りですね。そこはやっぱりさっきも言いましたが、大は小を兼ねるっていうところから、やっぱり小さくてもすごく
なんていうんですかね、密度が濃くて、うん、いいものであったらいいんだというところで、うん、お客様の思考もそういうエモーショナルにどん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 自分が乗った時に満足できるもの、自分のいいと思うものが正という考え方になってきているので、うん、それがやっぱり、まあ、よりコロナ禍になっていいものにはお金を払うというところなんで、うん、多少高くても、はい、そうなんですよ。お客様の目がですねどんどん超えてきているというところで、うん、今回のオーラなんかもそういった目利きのお客様にすごくいいねと言っていただけているというのはすごく嬉しいなと思います、うんうん、あともう一つありますよね。ノートとオーラの真ん中にこの前僕乗せてもらったあれですかね、オーテックの、オーテック、はい、クロスオーバーですかね、オーテックのクロスオーバーっていうのがあって、はい、これはまたね、僕はどっちかというとそっちも好きなんですけど、それでもどうですか。ありがとうございます、うん、オーテックのクロスオーバーもノートの中でも構成品今 10% ぐらい上がってきてまして、すごく人気があります。あれは5ナンバー5ナンバーです、はい、あれはノートのベースでオーテックっていうノートをもともとオーテックっていうのがありまして、それにオーテックのクロスオーバーバージョンということで作っておりますけど、あれは5ナンバーの車で車高がですね25ミリ上がってまして、ちょっとそうなんですよね、はい、そうなんです。ちょっとやっぱり見晴らしがいいというところで、非常にテリーさんも景色がいいよねというお話いただいたと思いますけど、ご好評いただいてます。だからノートがあってクロスオーバーがあって実はオーラがあるということ で、うんうん、でその上にニスモが、ニスモ、オーラニスモがあって、その4つで今回カウザイヤーをいただいているっていうことなので、そこがラインナップとして、ノートラインナップとして非常に充実することができて、お客様にも幅広くお答えできているかなと思っています。価格差は実はあるんですけれども、そのオール LED であったりとか、うん、それから360度セーフティーって言われるアラウンドビューモニター、上から丸みのモニターとか、ああいったものも標準化され、あとアルミホイールも標準化されているので、実質の装備の違い、価格を重ねていくとですね、まあ、15万ぐらいの差になりますので、それで今回見ていただく内装だとか、それからエアロパッケージだとか、いろんなところが相当装備としても載ってますので、かなりお買い得感としては、ノートを見てオーラを見ると、えこれで価格差そんなもんなのというようなお客さんが多いので、うまい商売してます ね、 ね、本当に見せといてこっちでしょって、でその上にさらに25万円ぐらい乗せると今度ニスモが買えるっていうところで、その上の上下の幅で、その間にさっき言ったようにクロスオーバーがあったりとか、選択肢としてかなり広いかなと思います。オーテックのは、うん、いいんですよ、足割と固めなんだけど、うん、不快にならない足、うん、なるほど。で25ミリ上がってるんでストロークもちゃんと届ってるし、うん、割とね、あ、なんかこれは嫁に怒られないなっていうサスペンションですよ、うん、オーテックは。実はニスモもですね、ニスモって一部かなっていう、オーテックとニスモはちょっと別なんですが、別ですね、はい、ベース車がまずノートがベースになってますんで、オーテックはで、うん、オーラのニスモの場合はオーラがベースになってますので、うん、そこが別というところと、うん、意外と、ね、ニスモって、まあ、ニッチなお客さんだよねって思われるかもしれないですけど、実はオーラを100としたときにニスモの構成比ってどのくらいあると思います？ 10% ぐらい、まあ、そう思いますよね、うん、25% あるんですね。あ、それはすごい、はい、なので、うん、ニスモも今回レースはもちろんレースとかね、そういったこのお客さんにも好んでいただいたけど、どっちかというと街乗りのですね、うん、まあ、首都高を走っていただいたりとか、はい、そういった時にも楽しんでいただけるような電動シティレーサーというふうに言っておりますけど、かなり一般お客様が乗っていただいても乗り心地も含めて違和感がない形には仕上がっておりますので、うんうん、そこがすごく、はい、4台に1台オーラのうちニスモっていうのが、うん、それがすごいですね。さあ、それじゃあね、はい、行きます、はい、見ましょうよ、ね、せっかくですからね、ぜ ひ、はい、ぜひ中を見せていただきたいと、はい、よろしくお願いします。ブースチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。